8月22日朝6時42分の相場解説になります。これ1時間足なんですけども、昨日私がお話したね、このこれこっからぐーっと下げるよみたいなのが昨日はうまくいかなかったですね。私が考えたよりも浅かったですね。ですんで儲からずに、ロスカットということになりました。ロスカットたった今ロスカットを受けました。で、私はね、もう一歩だけ踏み込んでみようかと思います。ここですね、もう一発ですね。これがこの波動が上昇してきたらもう打ち込んでみようと思います。売りに打ち込んでみようと思います。で、ここがねヘッド&ショルダーになるんではなかろうかと思うんですよ。高値圏ではないですよ、高値圏ではないですよ。こういう風に形作ることもあるかなと。ダブルに何二点天井か、それともこういう風な三尊を作るんではなかろうかと思うんですけどね。次見てみましょうか。4時間ですね、4時間見てみましょう。ちょっと変則的なんですけどもね、ここですよ、もう一回トライしたいと思っているのは。ここがまだ4時間で達してないんで、ここからねストンと落ちるんではなかろうかと思います。高値圏ではないよってのがこの4時間見たら分かりますよね。高値圏ではないですね、この辺ですから。全然高値圏ではないんで、ヘッド&ショルダーって言い方が適してるのかどうかちょっとね疑問が残ります。で、デイリー見てみましょう。デイリーはもうおかげさまで下目線ですよね、思いっきり。ですんでここからもう一回下に行くんではないかなと。抵抗体もねこうありますしね。ということで、もう一回だけ売りにトライさせてください。昨日は私の売り戦略は敗北でございました。うまくいかなかったです。今日こそ、今日か明日かな、売りで取れるんではないかなと思います。今日はあと午後からお客様いらっしゃいますね。はい、それでは失礼します。